コーヒーソルジャーの竹本俊一です。よろしくお願いします。私はコーヒー屋さんの前は、お菓子の職人パティシエをしてました。コーヒーをお客様に出す時のライブ感がとても魅力でコーヒー屋さんに転職しました。今までコーヒーっていうのはただ苦いとかだけだったんですけど、いろんな香りがする、他のワインのようにチョコレートのような香りがする、メロンのような香りがする、そういう香りの特徴のあるコーヒー、香りを持つコーヒーがとても魅力的で、お客様にだん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 受け入れられていったっていうのがありましたね。コーヒー豆は、毎年毎年品質が違うんですね。なのでその品質の見極めで自分のお店の品質にクリアできるものかをチェックするのが一番気を使います。一言で言うとコーヒー豆はやっぱり特徴的な香りがあるか味があるかっていうところがやっぱり一番のポイントなんですね。なのでそれをきちっと、点数化評価していって判断していきます。コーヒー豆をお家で、より楽しんでほしいっていうことでコーヒー豆の販売を一番メインにしてます。コーヒーソルジャーっていう、のは、コーヒーがの芽が出たところが、戦士みたいに見えるのでコーヒーソルジャーというニックネームがついていて、そこから、店名を取りました。まずこういうコーヒースタンドっていうのがほとんどなかったので、最初は何だろう、何のお店だろうみたいな感じで、なかなかお客さんに認知されるまでに少し時間がかかったっていうのが苦労したところですね。椅子に座って喫茶店、ゆっくりコーヒーを飲んでタバコを吸って、本を読むっていうお店がとても多かったですね。あっちもコーヒー、こっちもコーヒーだけど、それよりもこの雰囲気、佇まい、あなたのためにっていうところがやっぱり一番分かりやすいのかなとは思いますね。やっぱり技術っていうのは毎年毎年どん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 進化していってるので、それについていけるいくように勉強もしないといけないし、そういうところは気をつけてます。鹿児島の水自体はとてもいいです。日本の水も基本的にはとてもいいです。ただどうしても水道水だと塩素とかが入ってる場合があるので、お店の場合は浄水器を通してます。でも家で飲む場合は普通に水道水使っても大丈夫です。これからの目標は、もっとコーヒー豆を販売したいっていうことと、あともう1店舗作りたいっていう目標があります。海外の方やっぱりコーヒーがすごく好きだなっていう印象がありますね。日本に来てまでスターバックスには行かないっていう人も多いし、だからわざわざ探してくるっていう方が多いですね、海外の方は。英語は大丈夫ですか、来たら。あー、レル、コーヒーソルジャーってあれ、なんかおかしいな、コーヒーソルジャーばっかり何回も言ってるね